それでは改めまして、ここからさらに燃えていきたいと思います。先ほど私早まりまして作業着を着ておりました。ちょっともうざっくばらんにですね、ここで、第一線でですね、現場の第一線でご活躍なさっていらっしゃいます各会場を代表してですね、今日6人の、女性技術者技能者の方々にお越しいただきましたので、本当に皆さんが、今感じられていることをですね、率直にお話ししていただきたいというふうに思っています。それでは、まずここにいらっしゃいますパネリストの皆様から 1,2 分簡単でいいですので自己紹介を兼ねて、この建設業へ入職するきっかけや今現在のお仕事について教えていただけたらいいなというふうに思っています。よろしくお願いします。では角崎さんからお願いします。座って失礼いたします。大成建設四国支店の角崎と申します。私はですね、今四国の方で、シールドの現場の方に配属されており、施工管理の方を日々やっております。でこの業界に入職したきっかけはですね、私祖父から、姉まで全て母も含めてですけれども、建設業に、関わっている仕事をしておりまして、私がこの道を選んだのも必然的かなと、何の躊躇もなく戸惑いもなくこの業界に入りました。はい、今、入職して、約10年勤務しております。以上です。はい、ありがとうございます。福岡から参りました内藤工務店の菅原彩子と申します。本日はよろしくお願いします。私が入職したきっかけはですね、父が施工管理をやっておりまして、それで私も小さい頃から現場の方に遊びに行ってた関係があって、私も施工管理の道に進みました。昨年の4月に入社して、昨日ちょうど初めての現場が竣工して引き渡したところです。ありがとうございます。まだまだ、次もどんどんありますので頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。すいません、座ったままで失礼します。はい、宮城県は仙台市からやってまいりました株式会社牧山の滝口と申します。会社自体は造園業をやっております。私の、家自体が造園業を営んでおりまして、当初私はですね、造園業は嫌だなということで、働くつもりはなかったんですけれども、やはりですね、家族の縁というものは切っても切れないものがありまして、住宅設備会社とかをですね、いろいろ勤めてから自分の、自宅の仕事である造園業を今やっております。職業経験としては20年はあるんですけれども、実際ですね、育児とかですね、そういった部分で、ライフバランスがちょっとね、重きをなした時に一回退職をしているというですね、出戻りになってます。で、また戻ってきては、今現在は、ほとんどですね、造園工事の施工管理や労務管理、それと安全管理といった総合的な部分での仕事をさせていただいております。今日もですね、ちょっと仙台から来るときに、天候がですね、大変荒れておりまして、今自分が関わっている現場のちょっと安全状況が気になったので、そのまんま、見てきて新幹線に飛び乗ってきたという格好です。すみません、ちょっと朝からずぶ濡れだったんですけれども、仕事を引きずったまま来ました。今日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。沖縄県から来ました有限会社牧野建設の東間ありさです。私は普通高校卒業前、進路で悩んでいるときに現場で重機オペレーターとして働いている父の姿を見て、私も機械の操作ができたらかっこいいなと思い入職したのがきっかけです。私が働いている牧野建設は主にアスファルト舗装をメインに施工する会社です。その中で現在私は那覇空港滑走路の現場で重機オペレーターとして施工に携わっています。今日はいろいろな女性の方々と交流をし、いろんなことを学びたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。大和ハウス工業の埼玉支社から参りました根本と申します。私はですね、入社して7年目、現在ですね、3階建てまでの集合住宅を、掛け持ちで見る現場監督をしています。ですね、私が入職したきっかけというのは、
全く家族に建設業をやってた人間がいたわけでもなく、ただ小さい頃からですね、家具の本見たりだとか、あとは新築の住宅の広告見たりっていうのが好きだったので、もともと建築には興味があったんですけれども、その中で、大学に進学して勉強を進めていった時に、図面を引くよりは現場に出る方が楽しそうだなと思ったところで、私は、施工の方で入職をさせていただきました。現在はですね、5歳の息子をちょっと一人で育てながらですね、仕事をしているような状況で、将来女性の現場監督の方が増えていったらいいなと今思っているような状況です。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。鹿島建設の村上です。よろしくお願いします。私は1993年に入社しましたので、今年の春で26年目を迎えます。入社後はほとんど現場と内勤を交互に繰り返すような、業務に携わっておりました。で、現場は6現場ほとんど公共工事ばかりです。で、あと内勤では、入札関係の見積もりや、設計、あと現場支援や技術営業などを、こなしておりました。で、この、世界に入ったきっかけはですね、本当は根本さんのように建築関係のですね、住宅関係の仕事に就きたくて、大学受験の時にほとんど建築学科ばっかり受けたんですが、唯一、滑り止めで受けたのが土木工学科でして、で、私の、入学を許していただいたのがその滑り止めのたった1校だけだったという寂しい経験がございまして、渋々、その大学に、そこしか受からなかったので入ったんですけれども、在学中は本当に嫌で、何遍もですね、建築学科にこう変わろうと思ったんですけど、ある日行くとですね、土木を知らないで建築に行くのもこれも尺だなと思いまして、もうちょっと土木を勉強しようということで、土木の方をこう見るっていうんですかね、向き直って、土木の方の世界に入り込んだと。で、私の性格上デスクワークは向いておりませんので、多分現場の方が向いてるだろうなということで、ゼネコンを希望しまして、で、私が入った25、6年前っていうのは、もうなかなかこの業界も今でこそこうですけれども、もう25、6年前といえばですね、もう男尊女卑が激しくて、女に何ができんねんと言われて、いたような時代だったんですけども、いろんな壁にぶつかりつつもものづくりの魅力にはまり、現在に至るというような状況になっております。今日はいろいろとオフレコの話もするかもしれませんけど、どうぞこの場でということで収めてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんいろんなことがきっかけで、この業界に導かれて活躍なさっているんですね。そのような中で建設業における女性活躍推進については、皆さんご存知だと思います。平成26年の4月に行動計画が、作られました。そしてこれまでですね、官民を挙げてさまざまな取り組みが進められてきたわけですが、取り組みを進める中でやはり今さまざまな課題が浮き彫りになってまいりました。昨年の10月から12月の地域セミナー、その後のフォローアップを通じてですね、建設産業における女性活躍にあたっての論点を、ここで改めて整理したいというふうに思っております。お手元の資料にございます資料の 3-2 をご覧ください。この10回以上の、テーマは、女性の入職そして定着というのを一つキーワードに、いろいろなディスカッションを進めてまいりました。まず入職にあたっての課題の1、建設産業は男性社会のイメージが強いと、やはりイメージというところで入職を阻害してしまう、チャンスを逃してしまうということが起きていると、そこにはやはり女性が活躍するのは困難であるという固定的なイメージが、根強い。そして企業側、特に中小企業において女性の受け入れに対する意識が低く、体制も十分でないんではないかというようなお話が上がっております。
そして課題2におきまして、入職した、人たちが定着する就労を継続することができるという課題です、入ってきても定着する人がすごく少なくなるというのは本当にもったいないです。それは先ほど私も言いましたけど、現場に出たらさまざまな難しい問題にぶつかります。孤独です。女性がやはり働きやすい現場や環境の整備、女性用トイレ休憩室の整備といったハード面と、子育て介護などの家庭との両立といったソフト面、そして女性活躍、今までの男性とは違う女性というところに対しての効果や期待というものもまだまだ明らかにされてないのではないかと。そして女性のネットワークのさらなる構築、そして活用ということを課題の2というふうに挙げさせていただきました。課題の3です。まず課題の2の定着就労継続の中に、課題の3スキルアップさらなる活躍というふうに掲げています。私たちはやはり、学びたい、給料を上げたい、やはり評価を本当に上げていきたい、やりがいを持ちたい、いろいろな思いで、いくときに、スキルアップって本当にしてさせてもらいたい、そこが女性にとっては本当に男性と同様に果たしてあるのかどうか、女性のキャリアパス、人材育成について、課題があるのではないかっていう課題3です。そして課題4として、やはり何といっても建設業界の情報発信というのはいかがでしょうかと。この業界内ではこんなに会合もあり会議もあり情報の共有は進められているけれども、国民全体に社会全体にこの業界が今こんなに変わろうとしているっていうことに関して情報発信はどうでしょうか。建設業界にこんなにたくさん女性がいるんだと、若い女性も、みんな頑張ろうとしているんだっていうような、そういうような情報発信のあり方について、課題4とさせていただきました。